日比オは、イタリア王国海軍のアクイラ級系偵察官の3番艦。ルーマニア王国海軍駆逐艦、ブルテージュとして、ナポリで建造中のものを、第一次世界大戦参戦に伴って、同級三隻と共に、イタリアが取得し、系偵察艦として巡航させた。戦後、ルーマニアが購入しマラシティ級駆逐艦、マラシェシティと命名、第二次世界大戦で運用した。 1944年にソビエト連邦海軍に露飼され、両付きとされたが1945年に返還され、D2 として最終駅、1952年に D12 と改名、1961年4月まで運用された。1913年、ナポリのパティソン造船選に発注、1914年7月15日に寄港。 建造進捗度20%であった1915年6月5日にイタリアによって接収された。接種後1918年1月30日に浸水5月15日に収益した。第一次世界大戦ではアドリア海で運用された。1919年11月17日、ルーマニアによって購入が決定された。 1920年7月1日、スパルビエロと共に、ルーマニア海軍籍となり、マラシェ式シと改名された。1925年から翌年にかけて改装が行われ、手法が 152mm 砲3門から 120mm 砲5門に交換された。さらに、第二次世界大戦期には手法を1門現時、37mm 両用砲。 37mm 対空砲、13.2mm 対空機銃を備えた。1944年8月、ソビエト連邦海軍に露隔され、両付きと解九1945年10月に返還され、1948年には D2、1952年に D12 と改名されたマラシェシティは、1961年4月まで運用された。 マラシェシティ・ ABC ・ロバート・ガーディナー、エド・イタリー。コンウェイ、S Six, ・オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップス、1906から1921、P266、ISBN9 兆7808億5177万2455、ニビエ・スポロレット・アレジェロ、イタリア海軍、2017年10月11日閲覧。ABC、 エストリック・ディストルーガートルル・マーシェッシュとアッセルで、トレフラ・アル・マリネ・リゲール・ロマーネ、ルーマニア海軍、2017年10月11日閲覧。A.B. ロバート・ガーディナー、エド・ロマニア、コンウエス・オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップス。 1922から 1946P360ISBN 9長7808億5177万1 4 6 5 7, ハット MJ ホイットリー、デストロイヤーズオブワールドウォー WORE インターナショナルエンサイクロペディアネーバルインスティチュートプレス 1988P223R トーマス・ブラシープラプチー S アニュアルプラガー・パブリッシャーズ 1929 P339 フレデリック・トーマス・ジェーンジェーンズ・ファイティング・シップスエスローマーストン1962 P204 ヤノシュピーコ・キュックスシー・オー1939から1945ヒストリカル・タイムズ1987 P350 MJ ホイットリーデストロイヤーズ・オブ・ワールド・ウォーー、アン インターナショナルエンサイクロペディアネーバルインスティチュートプレス1988 p224 ジパロタルヨアンダ・マスキーングロリアイ・ダラママリーナ・リガラ・ローミナ1940から1945イオン・クライスト・イ・パブリッシング2000 p271 ありがとうございます